はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、新しく追加されました儀式の使い手挑戦士というね、パッと聞きめっちゃ強そうみたいなデッキというかスキルを使ってデッキ作ってきたんで、やっていきたいなと思います。1個言っていいですか、このスキルに対して。コナミに物申します。で、このスキルはデュエルを開始して、その中なんじゃかんじゃあったデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ、2ターン目以降にデュエル中一度使用できる。あのさ、なんでターン制限つけたん？デモンズレゾナンス初手から使えます。幻想初手から使えます。竜騎士ガイア初手から使えます。カオスソルジャー初手では使えません。なんで？ねえ、なんで？お前らがさ、なんか認めた環境デッキ以外はターン制限設けますみたいな仕様なんなん？どう考えても不公平だと思うよ俺。不公平すぎる。もう特にカオスソルジャーって主人公デッキじゃないですか、闇遊戯くんの。これなんでターン制限つけたん？意味わかんないんだけど、とりあえずこのスキルをね、本日は何とかして作っていこうというふうに思っておりまして、で作ったデッキがこちら。これほんまにムカついてんだよね、このターン制限。今すぐ解除しろや。ほんでこのデッキなんですが、どういうふうに使っていくかっていうと、まあ、スキルの使用なんですけどね、スキルの使用をなんかあまりにもクソスキルすぎて言ってなかったけど、スキル自体は強いです。スキル自体は強い。テーダの儀式モンスターですね。儀式モンスターなんでもいいです。このカオスソルジャーじゃなくてもいいんだけど、なんでもよくて、儀式モンスター墓地送って、デッキから挑戦士の方が一枚の手札に加える。これね。カオスソルジャーといえば、この儀式魔法なんで。で、カオスソルジャー、カオスソルジャーの方を、墓地送った場合は、転生の挑戦士っていうカードをデッキから置けるよと。これ、デッキ外から置くでよかったろ、これも。なんか不満しかねえこのスキルには。で、このターン自分は儀式モンスターしか特殊召喚できないし、メインフェーズからバトルフェーズの間にモンスターの効果一度しか発動できないっていう、これ弱い。ここ一度も弱い。本当にね、なんかね、最近俺提唱してる説があって、なんかその有能なスキル考える人とか、プログラマーみたいな人がそのマスターデュエルの方に引き抜かれてて、マジで新入社員しかおらんっていうデュエルリンクスの開発この説結構合ってんじゃねえかなと思ってんだけど、なんかマジでセンスない。一言で言うとセンスがない。スキルを作るセンスがない。うん、そう思ってます。で、頑張って作ってきたデッキはこちら。カオスソルジャーとか挑戦士カオスソルジャーとかを、まあ、出していく。で、これを儀式モンスターだったらね、墓地何でも送れるんで、儀式魔法持ってこれるんで、挑戦士カオスソルジャー以外にもこのブルーナイトのネクロスとかね、これ入ってて、これね、要はこれなんでかっていうと、結局さ、2ターン目以降にしか発動できないスキルなんで、先行やることないんですよね、このデッキ。先行だと儀式魔法持ってこれないから。だから先行で防御をする何かカードを採用する必要があって、まあ、それが例えばブルーナグロネクロス と、このバリキュロスのネクロス、これを、これちなみに出張防御が最強パーツなんで、これブルーナグロネクロス除外してバトルフェーズ強制終了っていうことができるんでね、これめっちゃ強いという。これと、まあ、あと大熱波ですね。はい、先行やることなかったらとりあえず大熱波入れるみたいな感じのとこあるんで、まあ、これと、あとカオスソルジャーをサーチできるように、混沌の場カオスフィードとか、あと、天地開幕とか入ってて、で宵闇とか開幕が手札にないと儀式召喚が結構ねできないとか弱いので、なので天地開幕で落とせるように挑戦士の魂。ちなみにブルーエナグのネクロスも一応戦士族なんで、バリキュルスを引いちゃった場合でも天地開幕でブルーエナグを落とせば使えますバリキュルスはね。で、この辺のモンスターを全部サーチできるような戦時ゴッドで、これスキルのね条件でね、カオスソルジャー系のモンスターがなんか、6種類以上かつ9枚以上いらないといけないんで、まあ、結構ねきついっす枠は。なんで、まあ、これの思想の暗黒騎士会とかが入ってますね。まあこれディザーツとか入れてもいいかなと思うんだけど、儀式できるからさ、7-1であんまり罠環境じゃなくて結局月の書環境なんで、あんまりディザーズ強くないかなと思って、そんなにやることないから、抜きました。ディザーズは。デモリッシュだったら強い。で、バック除去。これはね、ないと無理。月の書とかマジで無理だから、このデッキ。モンスターには強いけど、魔法トラップにマジ弱いから、
だから、サイクロンとかナイドショットが入ってますよみたいな感じのデッキと、なっております。まあそこそこ強かったっすけどね、使ってる感じそこそこ強かったっすけど、やっぱりね、2ターン目以降とかいうゴミみたいな文言がなければもうちょっとなんとかなると思うんだよね。うん、マジでステンスないから今すぐ2ターン目以降消せ。デュエルスタンバイ。さあお相手の方マイさんね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。カリバー、はい、トラミッドかカリバーかかんねえな、トラミッドかカリバーかかんねえの鬱陶しいよなこれ。デッキね、結構あのカリバ偽装ハーピー、カリバ偽装ハーピー、カリバ偽装ハーピーってハーピーじゃねえか、あのカリバ偽装トラミッドみたいな、ハーピー偽装トラミッドか、でも結構いるからね。で、チャネラー召喚、はい、さあチャネラー効果、手札からハーピーモンスター一体を捨てて、デッキからハーピーを特殊召喚していく、ハーピーモンスターを。ハーピーもね、まだまだあの実は、強くなる要素がとてもたくさんあって、OCG の方ではね、あのハーピーの羽吹雪っていう、マジでやばい手札誘発があるんですよ。手札から打てる魔法、トラップカードがあるんですよ。あれとかまだ来てないし、まあ、でもメインモンスターは結構来たかな。ハーピーレディなんかペットドラゴンのなんか何特殊召喚するやつとかまだ来てないけど、新しいから結構あれほとんど来たんじゃないかな。マジでハーピーの羽吹雪ぐらいかな。羽吹雪はね、来たら世界終わります。はい、世界を終わらせる力を持ってますんで。楽しみに待ちましょう。もうそのあれ、あのあたりが来たらもうデュエルリンクさん殺しまでありますね。さすがにもうあの辺のパワーカードはが来たらデュエルリンクス終了みたいなところはあるけども、さあオラクル効果、ハーピーエリーレベル5以上がいると特殊召喚できるやつ、はい、いいだろう。でオラクル効果、さあ伏せが何枚あるかどうかはね、あとは1番伏せ、エンドフェイズ OK、 サイクロンで勝ち、サイクロン勝ちでもいいか。俺のターンだ。これね、バルキュルス引いてんのマジ弱いね、よく考えたら。やばい、バルキュルス引いてんのマジ弱いね。とりあえずコントンドバー発動で、コントンドバー発動、これはね、もういきなりやるしかないんじゃないかな、バック踏みに行くしかないんじゃないかな。これなんか戦時ゴッド召喚してると儀式できないんですよ。僕行くしかないんじゃないかな、いきなり使い手するしかないね。で、カオス、これ捨てられるのか。なるほど。お、強いな。これ捨てて、これはいいね。これバレキュラスでできるから、これで。で、挑戦士の方が発動しましょうか。さあ、挑戦士の方が発動するぜ。光と闇のモンスターを手札とデッキから墓地に送ることによって、行くぜ。俺は、最強モンスターを降臨させる。一つの魂は光を誘い、一つの魂は闇を導く挑戦士カオスソルジャーを儀式召喚。なんか違うね、戻してくるか。これでこれ戻されても一応バルキルスいるんで大丈夫です。回してください。バルキルスはね、最強のね、防御性能してるんで、ね、あれこれ通んのこれ、マジ除外されてるいいのこれ、なんだろう、ブレスルとかですかねこれ。さあハーピーレディを除外していく。スワローズネスト、それ先に打った方がいいんじゃない、それ謎プレイング、先に打った方がいいだろこれ。 SC、 はい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 、でバウンスね、それ押せんだよな、それもう対象取ってっからよ、除外されんだわモンスターは、それ押せんだわ、それやるの、それ挑戦士着地した瞬間に打たないとっていうことをランク戦で言ってたってしゃあないんですけど、はい、パフューマーなんか、マジでね、なんかね、なんかね、ちょ最近思うことがあるんですけど、あのね、レベルがすごい下がったね、対人戦の。やっぱボットが増えたってのもあるんだけど、なんか対人戦、まあ、やってる人も少なくなってるってのもあるね、多分ね、このゲームを。このゲームをやってる人も少なくなってるってのもあるし、あのボットが増えたっていうのもあるんだけど、対人戦のレベルが相当下がってる気がするね。まあ、KC カップとかの上の方とかは、まあ、それは強い人がいっぱいいるからあれだけど、ランク戦程度だと、あのね、おんっていうプレイングとか、まあ、俺もまあ、そういうプレイング多いから、人のこと言えないんだけど、正直、かなり多いなとは思ってますね、そういうのが。さあ、めっちゃ展開してくる、まあ、バルキュルスいるんで、絶対死にません。
まあ、ハーピーはメインギミックで墓地を除外するカード入ってないんで、バルキュロス絶対通るんですよ。だから 100% 知りません、俺は。 100% あとはバックがあるかどうかですね。バックがあったらブロックします。はい、カリバーはいいよ。カリバーは全然いい、全く問題ない。カリバーはもうバック除去されたところで何も痛くないから、このデッキフリーチェーンてか、なんか強いバック入ってないんで、なんだら強い系のバック入ってないっていう。あ、 SC OK、 いいよ。スクラッチクラッシュいいよね。 SC 効果でそれ割ってくるのいいよ。 OK、 いいよ全然いい。ここで天地開闢の方が勝つぞ。天地開闢、カオストロジャーまたは暗黒騎士ガイアモンスターを含む戦意速モンスターをデッキから墓地で3枚送ることによって、その中から相手に1枚選ばして、それがカオストロジャーモンスターまたは暗黒騎士ガイアモンスターだった場合手札に加えるぜ。挑戦者の魂は絶対に確定。光闇いるな。光闇いるんだったらコントン落としてもいいのこれな。コントン、カオスソルジャー、これでいい。どう？これは強いよ。この墓地送りは相当強い。さあ、最強のモンスターを3体墓地送りだ。カオスソルジャー来た。OK、いいよ。いいね。あとさ、あの、どうでもいいんだけど、このさ、青いカードってかっこよくない？あの、リンクモンスターは、ちょっと、あの、あんまりなんだけど、俺。この儀式っていうこのカードかっこいいよね。何が一番好きかな。俺儀式モンスターが一番好きかもしれないな、色的に。次シンクロモンスター、あの赤文字はエクシーズもかっこいいんだよね。黒に赤っていう、あの赤文字に、あ、黒いカードに赤っていうのもすげえかっこよくて。でまあこれ全員でぶん殴られても、まあ、ブロック、あ、ブロックじゃねえか。バック伏せられたらマジでブロックするんで、はい。でもこれ、くすられそうだな、これ。2枚ドローね。OK。OK。うわ、めちゃくちゃくすられそう。ですよね。いや、でも1伏せか。まあ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 。とりあえずバルキュロスで。バルキュロスで一旦耐える。OK。で、墓地の混沌の使者の方が、そう。光と闇をゲームから除外することによって、墓地の。その、このカードを手札に加える。そして、除外された闇の、良い闇の方の効果と。デッキから儀式モンスターを手札に加える。まあ、儀式は絶対できるんで、これでトップでサイクロン引こう。サイクロン引けるんですよ。勝ったかな。サイクロンを発動。サイクロンの効果によって相手のフィールド上の魔法トラップカードを1枚選択し、そのカードを破壊する。そしてこれによってよし、最強で墓地の挑戦者の魂の効果を発動。このカードをゲームから除外し、デッキから余裕の騎士または開闢の騎士を手札に加える。そして手札よりマジックカード挑戦士のホーガーを発動。挑戦士のホーガーによって手札の闇属性モンスター、そして、あ、じゃあ手札の光属性モンスター、そしてデッキの闇属性モンスターを墓地に送り、こっちでいいか。3体いるしな。3体いるから、これゼロにしたところでワンパンしても打点戻っちゃうからあんまり意味がない。良い闇の騎士、これを墓地に送り、ザ・パーフェクトカオスソルジャー降臨、いくぜ。そしてザ・パーフェクトカオスソルジャーのモンスター効果発動。酔い闇の騎士の効果によりお前のフィールド上のモンスターを1枚ゲームから除外させてもらうぜ。そして挑戦士カオスソルジャーの海外の騎士の方の効果発動、さらにモンスターをゲームから除外、さらにお前の手札も1枚ハンデさせてもらうぜ。そしてバトルフェイス、いけ挑戦士カオスソルジャー、パーフェクトカオスブレードダメージステップドン800、まだ知らないか。海外の騎士の効果を発動、もう一度攻撃していく。神ゲーでしょこれ。見た、これ、これが挑戦士カオスソルジャーなの。これかっこよすぎ。やべえ、降格戦や、負けたら終わる。いやもうなんかマジでこれマジでさ、初手で発動させてくれ。シルバーガジェット、なるほど。ガジェット珍しくもないか。最近なんかいろいろガジェットもね開発されてらしいですね。ペンデラム召喚とかも追加されて、ペンデラムガジェみたいなデッキもなんかあるらしいですよ。まあ俺はあのマナガジェの方が強いと思うけどね、さすがに。だってさ、ランク4が弱いからさ、まああの押し指導だったんでランク4、まあ無限に強いモンスターいっぱいいるんだけどさ、あんま強くないんだよね、あのランク4リンクスって。そこまで、まあ一応他のランク5とかランク7とか対よりかはまあある程度は強いけど、ランク7そこそこ強くなってきたか最近。ランク8がやばいね。
ランク8全然追加されないから。おっと、そんなクソダコ展開していいのか。ただクソダコ展開していいのかと言いながら、なんか俺も俺で弱いぞこれ。俺も俺で弱いぞ。儀式魔法持ってこれねえしな。捨てたところダメだな。挑戦士の魂召喚してカオス王者捨てたところであんまり意味ないし、儀式魔法なんか無理だし、3500しかないし、打点足りねえな。除外したところで打点が足りねえ。しゃあねえなこれ。これしょうもな。儀式の使いって発動するしかないか。さすがに1ヤード稼がれるのマジでめんどくさいから、あいつはショットこう。で、手札よりマジックカード、挑戦士のホーガーを発動。挑戦士のホーガーによって、手札の壊滅の騎士と、デッキの酔いやめの騎士を、墓地の送り。現れろ、挑戦士、カオスソルジャー、儀式召喚。そして、挑戦士カオスソルジャーのモンスター効果発動。これどっちがハンデス、でも今更ハンデスしたところでマジで遅いけどね、これ。あんな手札あるんでしょ。今更感めちゃくちゃだけどな。まあこれでも一応ハンデスした方がいいのかなこれ。一応ね、一応ハンデスで、まあこのターン殺せないんでハンデスするという考え方で、本当はこれマジでさ、これあれだよな、そのモンスターの効果1回しか使えないっていうさ、あれもやりすぎだよな。だってメインギミックしなんか崩壊してるもん。開闢と宵闇の効果めっちゃ連打して、相手のなんかモンスターめっちゃ除外してめっちゃ反撃するっていうデッキだからさ、挑戦して顔そうじゃって、モンスター効果1回しか使えんかったらそりゃ死ぬよっていう話よ。まあでもこれ高校からできたら強すぎたか。高校じゃねえや、先行から反撃は先行ゴリ反撃みたいなね。さあ圧倒的ペンテラムガジェットきた。これがね結構ねなんかね面白い動きをするという言われていますね。あ、なんかリアクタードラゴン、何、あ、そういうこと。え、なんかリアクタードラゴン、とりあえずまあ一旦天地開幕で、一旦天地開幕するよ。まあ多分このターンは知らないんで多分大丈夫でしょう。混沌の使者と今そんなに何でもいいね。知らないんだったら、ちょっと待って、行ってみるわ。開闢と闇いいのか。開闢と闇いるんだったら、開闢と闇以外のやつを打てばいいから、ですね、で、これと、これですね。はい。はい。で、混沌は絶対墓地落ちるから、除外してめっちゃサーチできるんで、これエンドフェーズ見せて、マジで。エンドフェーズ来るかな。エンドフェーズ来てくれたら大丈夫。あ、オッケー。挑戦者の魂は、殴ってくれてありがとうって感じ。はいはい。リアクターの効果破壊される。 OK。 そっか、ガジェットリリースしてると2回攻撃できるの。なるほどね、それは強いね。それは強い。ガジェットリリースしてると攻撃回数増えるみたいなね、あったね。そういえばそんな効果、そんなような効果あったわ。さあ挑戦室カオス奏者の効果破壊されるとデッキから暗黒騎士ガイアを特殊召喚できるぜ。リアクターはこれいなくなると効果がどうできるんだな。で、混沌の使者の効果を発動するぜ。混沌の使者の効果で、墓地の開闢と宵闇を除外し、このカードを手札に加える。そして、除外された宵闇と開闢の効果がそれぞれ発動。さあ、宵闇の効果で、儀式モンスターを手札に加え、開闢の効果で、儀式魔法を手札に加えるぜ。ブリーナクのネクロスを手札に加え、さらに、儀式魔法、挑戦士の方が、手札に加えさせてもらう。最強。めちゃくちゃ手札増えた。見てこれ、こんだけリソース回復できるの強すぎないこれ。で、挑戦士の魂の効果を発動。このカードをゲームから除外し、手札に開闢の騎士を持ってくることができるぜ。そして、ブリナクのネクロスの効果を発動。バルキルスのネクロスを手札に加えていく。そして、マンジゴット召喚、マンジゴットの効果を発動。マンジゴットの効果によって、ブリナクのネクロスを手札に加えていく。そして、手札よりマジックカード、挑戦士の効果を発動。手札の開闢の騎士と宵闇の騎士を墓地の送り、俺の勝ちだぜ。さあお相手の方、さあお前闇遊戯対決きった。これスターミー対決わかんねえんだよな。
つの、やつのね、デッキ、わかんなすぎてね、めちゃくちゃ読みづらいんだよね。まあ、俺様がどういうデッキなのかも、相手は同じこと思ってるでしょうね。相手、なんだよ、デッキみたいな。お、なんだ、ターン終了。まるでわからねえ。まるでわからねえ。まるでわからねえ。俺もセンジゴットを召喚するしかねえ。センジゴット召喚。さあ、センジゴットの効果は発動。挑戦者持ってきたところ出せないから、まあ、これはブルビなくするしかないね。いや、あれなんだよね。来すぎなんだよね。来すぎなんだよね。あ、ちなみに一応天地開闢通ると結構儀式できるんで、天地開闢はめちゃくちゃ強いです。はい、天地開闢で挑戦者の魂とカオスソーちゃん2体落とせば、まあ、ほぼほぼ儀式できるんで 66% の確率で、はい、でターンを終了していく。じゃ全然わかんない相手、なんだろう、クセカード、あ、コズミクサイクロンか、なるほど、コズミクサイクロン、まあ、1枚くらい抜かれてもいいよ。3、あ、全然全然、あ、もう全然危ねえか。これディスティネートロー入るか。ディスティネートローはきつい。まあ、でもね、天地開闢、いや、バルキュルスあるから、ほぼ知らないんですよね、これ。バルキュルスは最強。ディスティネートロー。はい、どうぞ。そのバルキュルスのね、このね、防御性能マジで高いから。で、あとはもう本当に、天地開闢を発動するだけっていう感じ。はい。レッドアイズインサイツ ?OK? お、レッドアイズインサイツ、なるほど。で、レッドアイズを墓地送っていく。はい、あー、なるほど、フュージョンね、もう全然いいよ、全く問題ない、問題ないよ本当に。言うてあれか、あ、でもあれか、混沌の使者を落とせばだ、タイワールデーモン。やばっ、やばいの来た、悪魔竜ブラックデーモンズのやばいの来た、やばいやばい、魔界の足かせ、あバトル、あれ。あれ、リバースカードだ、トラップ発動、あれ、あいつバーンダメージあるな。あれ、ちょ、俺の記憶によると、なんか悪魔にブラックデーモンズラゴンってなんか殴った後バトルフェーズ終了時になんかバーンって黒煙弾みたいなやつ打つみたいな効果持ってる気がするんですよね。あれ、残りライフフィアルだな。え、待って、魔界の足かせ天才か。